七人組グループ、何わ男子の道へ春優が主、するテレビ朝日系連続ドラマ、マルスゼロの命、毎週火曜後9時、第2話が今日30日に放送される、のほど、第2話の場面写真とあらすじが、公開さ、た、今作は道へ演じる謎多きカリスマ転校生、三島レイコールゼロ、道へに導かれ、 マルスという動画、団を結成した落ちこぼれ高校生たちが令和、日本をぶっ壊し、大人社会に反旗を翻して姿を3年 A 組、今から皆さんは人質です、で知られ、脚本家の武藤昭吾氏が3年ぶりに、完全オリジルで描く爽快な新感覚青春ドラマ、本格指導、第1弾として、マルスが選んだのは、陸上界の ムスとして世間から注目を浴びていた天才。交渉スプリンター、不ワ創士、ヒューガ渡るが、キコ、タ、殺人未遂事件。不ワは、日本新記録を打ち立つ、ルモ、殺人未遂騒動を起こして、陸上界王は、わ、タノダ、同級生でもある不ワの事件の裏にイン、出た闇を暴こうとゼロラが立ち上がる。一方、ロが、マルス復活の際に発した、これは戦々譜、だ、必ず、 お前たちの闇を暴いて見せるということが気になっていた、クレイ建成、サントキサトシマは、そ、真意を問う。ゼロは一年前のある出来事を置き、家に、マルスが活動中止を余儀なくされていくことを明かす。どうやら、その過去に大きくせっていそうなのが、クロッキーコミュニケー、ヨンズ社長、国宮門、江口洋介。ゼロとの朝さ、ラヌイン年ンの全貌、そして、 国見の野望は徐々に民、されていき、ゼロは、最大の敵である国見とさえ、退治することに。果たして、国見との因縁とは、なのか。そして、1話ラストで、ゼロが放った、この、の誰かがあいつを殺した、という衝撃発言の意図は、第2話アラスジスクールカウンセラー、モーリ・野間口徹が、校内で違法薬物の原材料と、ル植物を栽培し、 さらには生徒を薬つけしていたことを世に暴き出すという先生。ショナルな配信で、新生、マルスとして活動をめることになった、三島レイコールゼロ率いる七人の、こう、生たち。大好きだった、動画配信者の、マルスの、体がゼロだったことを知り、驚きと、嬉しさ。中にいる、アイサーコンイツ、板垣り三人は、気象カレン、基地、アイアニフェイ 井上祐希らに、マルスの過去の顔を見せて予習させる。そんな中、配信でゼロ、発した、これは戦布告だ。必ず、お前たちの闇、暴いてみせるという発言の真意を問うくれい。聖三時里志進。するとゼロは一年前に、マルスが大、の圧力によって、活動中止を余儀なくされた。さ、を明かし、奴らの闇を暴いて、俺たちが新しい、時代を作る。 これは革命だと宣言する。革命へ第一段階、マルスがまずは若者の支持を集めて明度を上げるべく、ゼロが最初に選んだ案件、トップスプリンター、不和の殺人未遂事件、派は日本新記録を打ち立て、陸上界のプリンとして世間の注目を浴びる存在だったが、殺未遂騒動を起こして陸上界を追われていた、だった、スポンサー契約を結んでいた。 スポー、メーカーと、金銭問題でもめ、不和が、重役の日、竹を、勝村正信の首を絞める動画が拡散され、事件を、もう一度検証するため、ゼロ、今日、祖師、桐山球児、泉沢勇希は、同級生である不和のもと、尋ねる。しかし、不和は堅くなに当時のこと、話そうとはせず、やがてゼロたちは、不破の木、下、 日本新記録に隠されたある秘密にたど、つき、事件の真相を暴く動画の配信を予告す、が、